どうもドズルです。はい、ということで今日もクラッシュライルお送りしていきたいと思います。さあ、ということで本日はこちらロイヤルゴーストミラーチャレンジやっていきたいと思います。いや、皆さんゲットしましたでしょうか。ゴースト、なかなかねこのチャレンジ難しいと思います。そもそも12勝っていうのとウルトラレアが2枚ゲットできるっていうので競争率がかなり高いと思いますし、あとねこのミラーチャレンジ、これがなかなか難しい。手札もそしてデッキもね同じ状態からスタートするというこちらミラーチャレンジなんですけれども、なんかこれっていう攻略法がなかなかなくて、まあ、苦戦しております。まあ、なるべくね、自分が処理できないような攻め方を、相手も多分処理できないと思うので、こう自分がやられて嫌なことを相手にやるっていうちょっと道徳に反しそうなね、攻め方が刺さるこのミラーチャレンジなんですけれども、やっぱりね今回のこの新カードのゴーストは結構強いと思うので、まあ、できればこの機会にゲットを、頑張るのがいいんじゃないかなと私は思います。で、最後になればなるほど最終日に近づけば近づくほど、レベルが落ちていくと思います。ゲットしやすくなると思うので、まあ、そういった意味でね、今日がチャンスということで私も頑張っていきたいと思います。それでは参ります。レッツゴー。さあ来た、弱いの声弱いの声、スーパーセルさん弱い人当ててくださいおっと、面白いデッキでしたね。今クローンあったんで、クローンあってしかも攻撃呪文ないパターン、これはねクローンをどれだけがっつり使えるか、これすごい重要です。もうクローンからのクローンミラーも辞さない覚悟でいきます。まあ初手はね、初手は一旦小屋の意識かな。相手が今右に小屋立ててて、私は左に小屋立ててるんで、どうしようかな。おお、相手ゴーストだ。なるほど、これはもう小屋立てさせていただくと、ちょっと私のリードかな。でゴーストは、ゴースト同士だとすれ違ってしまうので陸受けがないと。おお、バルーンか。なるほど、結構ガンガン来ますね。結構ガンガン来ます。おお、結構ガンガン来ますね。ただこれはラッキー&ラッキー、ラッキー&ラッキーですよ。これはいいよいいよ。今んとこ私が圧倒的有利。ホグライダーからの、ここで一気にガゴムレをつけよう。ホグライダーからのガゴムレつけて、さあ一気に行こう。相手もガゴムレ、このガゴムレ守られてしまったかな。あ、ただしここで相手はガゴムレとインドラ使いましたね。と、あなた空受け2枚とも使ってしまいましたねというところで、バルーン逆サイドドン刺ししていく。さあどうだ、これ刺さるんじゃない。あー、そうだ、ミラー忘れてたミラー忘れてた。今のはヘッポコ推理、今のはヘッポコ推理です。さあやばいやばい、ちょっと待って、ゴーストはゴーストで受けて、インドラインドラで受ける。ゴーストタワーに攻撃始め、あー、クローンしてきた。やば、ちょっと待って、相手クローンガンガン使ってくんな。いやでもねこれが正しいんですよね。クローンどんどん使った方が攻撃呪文が打てないんで、結局3コスト以上使うか、ダメージに入るんですよ。いやー、ちょっとやばいな、マジで。負けそう、負けそうな匂いがプンプンする。さあインドラ出して、もうここはちょっとねミラーも仕方ない、しっかり処理して、ここでもう一気にかけようか。ホグからのガゴムレでいきましょうか。ホグからのガゴムレ、レッツゴー。さあいけ。さあこれでどう。さあこれはオッケー、入ってる入ってる入ってる。オッケー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 。さあこっち、ホグこっち、ホグこっち、よっしゃ、来た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 、俺の時代到来。さあホグ抑えた、勝ちましたね。これもうガンガンいきますよ、もう行けるときに行く。さあ逆サイド、右はインフェルノタワー守って、大丈夫大丈夫、見えてる見えてる見えてる。さあホグライダーでゴーストを可視化できるようにしましょう。ゴーストね、あれなんですよね、防衛施設とかの寄る範囲がすごい狭いんで。ああ、またこっち行った。もうちょい、やばい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 、やばい、マジやばいマジやばいマジやばい、ちょ待ってちょ待って、左がやばい左がやばい、右は大丈夫でしょうと、右は大丈夫、右は大丈夫。さああともうちょい、あともうちょい、マジ頼む、本当頼む本当頼む。一回落ち着いて、ここでバルーン飛ばしても意味ないんで、一旦落ち着きましょう、一旦落ち着いて、で相手のインド、ああやばいやばい、ちょ本当本当ごめんごめん、ちょやばいやばいやばい、本当やばい本当やばいやばいやばい、どうガゴムレ、おい危ねえ、ラストここ通れば私の勝ち。もう行こうラスト行こうラスト行こうラスト行こう、ガン刺しガン刺し、クローンオッケー、これ来たんじゃない。よっしゃー、よかった、危ねえ、危なー、マジで残り80 怖っ、ガゴムレからのミラーガゴムレ、めっちゃ怖かった。さあこれで10勝、そしてウルトラレア宝箱やってまいりました。さあこれは何だろう、何でも嬉しいウルトラレア。
さあ、エレクトロウィザード、これも嬉しいですね。エレイズももうちょっとで、レベル5に、見えてきたかな。さあ、ということで、続いていきますか。10勝0敗。もう今日はいける気しかしない。今の戦いが多分一番山場でしょ。絶対に今のやばかった、マジ。ギリギリのギリでしたね。やっぱクローンは気をつけないといけない。というところで、今回は、デッキあんま見てなかった。興奮しすぎてデッキ見てなかった。落ち着けドズル。ランバーで可視化しましょうか。ゴースト同士だと、右にも来るか。左ランバーで可視化して、ゴーストをこう出してからね、可視化できるようにしてから、自分のゴーストも攻撃に加えていくと。で、そうするとうまく処理できるという魂胆ですね。あ、ローリングってあるのか。自分の手元にもあるわ。ちょっとね、ちゃんと見とかないとやばいですね。さあ、アイゴレで、ダクネ処理して、まあ、お互い同じですね、今のところ。ああ、どう攻めていこうかな。スパーキーが肝になってくるか？スパーキー処理が、スパーキーでしか処理できないですもんね。だから、スパーキーで対峙させて、で、そこで間に何かユニット挟んだりとか、スパーキー同士の、こう、駆け引きが大事になりそうな戦いですね、今回は。どうせあれなんですよ。このローリングッドで、おっと、危ね。ローリングッドでどうせ、ゴブリンバレルは処理できるんで、お互いね。だから、スパーキー同士の駆け引きがすごい重要になりそう、今回。これでも前に出せないな。前にユニット出したとて、ゴースト出しても、消えちゃうし、ここは一発ずつ、相打ちしたい。オッケー、危ね。相手が今のアイスゴレとかで受けて、相手のスパーキーだけ残ってしまうと、かなり辛い状況でしたが、なんとかラッキーでした。さあ、ダクネやられて、相手のスパーキーが、おい、危ねえ。さあ、ここはアイゴレで受けようか。アイゴレで受けて、さあ、これはやばい。ランバで受けよう。ちょっとフリー。なんで同じデッキなのに。不思議だよね。同じデッキ、同じ手札からスタートしているのに、戦い方が変わってくるっていうのはまたちょっと不思議ですよね。さあ、ランバーが4発、3発ぐらい入ったかな。いや、こっちからスパーキー仕掛けている状態なんで、ちょっと嫌は嫌ですが、ダクネミラーで後ろから出そうかな。相手のスパーキーに対してソラユニット当てていきたいんで、さあ、ここは相手アイゴレで受けてきたか。スパーキー OK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 。 スパーキーにはスパーキー一発入る。これ相手のスパーキー残ったら地獄だ。ラッキー。これいいんじゃん。ああ、ローリングッドでスパーキーもやられるが、しかしコウモリが少し入ると。 OK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 。 相手コスト結構使った。これは勝つる。さあ、ローリングッドも辞さない覚悟。 OK、 これはもうユニット受けがいいね。 OK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 。さあ、からの、はい、相手もスパーキーで受けてくるんで、先ほどと同様、ダークネクロミラー、ゴブリンバレル、これはローリングッド多分打つでしょうと。はい、打ってきますね。もうここまで許容範囲というか、もう想定範囲内。これは、オッケー。いいよ、スパーキー処理も素晴らしい。さあ、ユニット固まっていく。いや、でも焦らないことね、ここで。どうせここでご利用しても、相手も同じユニットで処理してくるんで、一旦どう狙うかな。ここはダメージ抑えて、やばい、コウモリが。やべ、ちょ待って、レイジ状態のコウモリ強えな。ダメージほぼ互角。ゴブリンバレル後ろに飛ばして、ローリングと発生。外した、オッケー、もう一発打って、よし、オッケー。ミラーのゴブリンバレルが、刺さる、もう一発、オッケー、もう一発、よし、42、よし、来た、オッケー、やりました、オッケー、今のうまかったね、ローリングッド2発外させてからのミラーゴブリンバレル。さあ、ということで、ついにやってまいりました、11勝0敗、あと1勝することができれば、ゴースト、頼む、ラスト3連勝で飾りたい。さあ、日本の方ですね、アルパカさん、ジェンコオリーブ紹介じゃないですか、やばい、これは。さあ、よろしく。ああ、勝てるかな。いや、結構肉弾系のデッキですね、今回。ダークプリンスがキーカードになりそう。大事なカードになりそうですね。その相手のエリートバーバリアンに対して効果抜群だし、で、さらにゴーストが、こう、ゴーストに対しての受けとしてもね、ダークプリンス優秀だと思うので、こいつがキーカードになりそうです。ちょっと相手が出てくるまで、あ、出てきた。さあ、ゴーストにはゴースト。で、相手のゴーストを、ダークプリンスで受けましょうかね。タワーで受けるとなんだかんだ、ダメージ入っちゃうん で、相手も多分ダークプリンス出して、おっと相手はここ槍ゴブで受けたか。槍ゴブで受けちゃうと、ゴースト範囲攻撃なんで、こっちがリードと。で、インドラにはインドラ。
オッケーオッケーオッケー、かなりいいんじゃないですか。こっちの方が有利、相手の方が多分ガツガツユニット使ってるんで。さあここは無視かな、難しいな。迫撃で受けるかどうか難しいですが、一旦無視でいきましょう。突撃とプラス一発食らっちゃいました。ただしこっちは迫撃からの相手多分ねエリートババリアで受けてくると思うんで、ここでエリートババリアうまいな、ちゃんと散らしていきましたね。右のエリートババリアンがちょっと厄介だけど、まあでもいいや。一旦左、あーっとここでローリングと、急げ急げ急げ、あーゴーストやられないか。いやーしかも右のエリートババリアン無視すべきじゃなかったか。やばやばいやばいやばい、ちょ待って、やるなと。いやうまいですね、やっぱエリートバーバリアン両サイドか、そっちの方がいいのかな。難しい。あでも確かに今回あれなんですよね、エリートバーバリアンの受けがダークプリンスかもしくはゴーストになっちゃうんで、その受けの関係上2つにセパレートした方が強いのかもしれない。さあここはダークプリで受けて、あなんでタワー行った、マジか、やば。さあローリングッドかましてきたんでやりごぶ、いやーちょっときついな。今ダックプリで受けたつもりが受けれてなかったという罠。ニンドラも通んないよねこれは。さあ迫撃、ああしまった、今迫撃1マスずれた、相手気づいてないかな。迫撃これ届いてないですね多分、キングタワーに、あキングタワーじゃない、キングタワー届かない、そもそもアリーナタワーに届いてないですね迫撃を。まあでも相手ガンガンユニット出してくれてるんで多分気づいてないはず。さあここはいいよ、コツコツとダメージを、いやー結構きついな、ちょっと不利ですね。ただまだ全然わかんない、一回防衛迫撃出して、やっぱ陸受けが少なすぎる、陸受け少ないわけじゃないけど。さあ相手エリババセパレート、こっちはね一旦まとめて出して右から一気に右のタワー狙っていきましょう。あーダークプリンスやばいやばい、ちょ待ってちょ待って、これ両サイドよく見ながらユニット残してしまうと負ける可能性ある。さあここで右は勝ち、左は、あ左ちょっと入る、きつ、このダメージやばいな、残り300。いやーゴースト頑張らないかな、ゴーストマジで未だかつてない活躍でタワー落としてほしい。でもねイントラがあるんでまだ最後まで分かんないですね本当に。さあ迫撃で受けて、オッケーオッケーオッケー、さあこれゴーストもやっつけますと。いやーあのセパレートが本当厄介だな、お前もしろよって話ですよね出しちゃうんだよなまとめて。さあここはやりゴブだけじゃちょっときついんでゴースト可視化させて、オッケーオッケーオッケー、あこれやばい、あー一発入ったか、これは終わった臭い。さあギリで、あーローリングって終わりですね。うわーマジかー、いい試合だったけど11勝1敗、あーくそーマジか、やばいこれね、なんか嫌な予感しかしない次回予告、11勝0敗でゴーストゲットを確信したドズルを待ち受けていたものは脳筋ゴリ押しクソ野郎だった。次回ドズル戦記第2話、絶望と絶望と絶望と、お楽しみに。